はい、どうもです、今回はこの銃の DSG を入れる解説動画2回目になります。2回目は AOE 調整の方を重点的に解説していこうと思います。まあ、AOE 調整は本編でもちょろっと言ってるんですけど、最悪やらなくてもどうにかなるっちゃなる。ただ壊れちゃう、壊れるのが困るんで、やっぱ兵器として戦場で突然ぶっ壊れる兵器っていうのはあんまりよろしくないんで、まあそんなわけで AOE 調整をちゃんとやらないといけませんねっていうので、今回は AOE 調整の解説をしていきます。それでは本編の方どうぞ。はい、では AOE 調整をやっていきます。まあ、AOE 調整はピストンのダメージを軽減する、まあ、寿命を伸ばしてあげるための処置なんで、最悪やらなくてもいいんじゃないかって感じてるんですけど、やらないと結果的に壊れちゃうんで、まあ、できれば長いこと使いたい。ノーメンテっていうのはまあ無理な話なんですけど、まあ大体いつもやってることなんですが、この刃当たりを、まあ、ここで当たるのを、まあこの辺まで持ってってあげたらいい、持ってってあげたいよねって。まあ、こうする、ここで当たると力がこうかかるけど、ここで当たるとちゃんと力が真横にかかりますよって。まあそんな詳しい原理はよくぶっちゃけ分かってないんですけど、まあそんなわけでこの処置をしていきます。いつもの通り、この辺はね、過去の動画でちょこちょこ出してるんですけど、ゴムワッシャーを、このシリンダーセットにかましてあげて、今2枚入れて、そんなもんかな。2枚入れてあげました。2枚入れてあげて、こんなもん。ちょっとまだね、もうちょっとこの辺で持ってきたいんで、1枚この厚みが違うやつを入れてあげて、これでどうなるか。うん、これでだいぶ刃当たりが改善したかなと思います。あんまやりすぎるとエア容量が、この詰めてる分だけケツがここに来ちゃうんで、これが今ここなのがこの辺に来ちゃうんで、エア容量が下がっちゃうんで、まあ、シリンダー選ぶ時も目標にしてるインナーバレル帳よりも気持ち穴が後ろ行ってる。まあ、ライラックスのやつは、箱にインナーバレル帳の適正のやつが書いてあるんで、まあ、それよりも気持ち容量取ってあげる形で、
ピストンを後ろに下げると、回ってきたときに、ここが1、2、3枚目、3枚目が干渉するんで、3枚目の刃を若干落としてこないといけないんですよ。これをやるんですけど、まあ大体半分ぐらいまでは落とすよねってよく言われてます。まあとにかく回避、当たるのを回避できればいいんで、まあじゃじゃっとやってきます。はい、ピストンの方を加工してきました。だいぶ避けるようになったんで、これ今ベッタンの状態で、ちょっとうまくいかないな。うん、ちゃんと避けてるんで多分大丈夫だと思います。で、結構ガンジニアさんとかの、この AOE 調整のやり方には書いてないんで、これ私独自のやり方なんですけど、ここの刃斜めに削ってるんですよ。ちょっとここの角を落としてあげて、逃がしの量を増やすために気持ち角を落として斜めに削る。まあ、こうやって並んでる刃が、ここの刃だけちょっと、こう向いてる。まあこれで気持ち、逃がしが増えるんで、ただあんまやりすぎると刃が折れるんで、あんまり推奨はしないです。まあ参考までにこんな風にやってますよっていうので、まあこれで AOE 調整の方はおしまいです。はい、どうだったでしょう。今回 AOE 調整 の解説にあたって、まあ、普段私が独自にやってることも入れてきてるんで、あ、これはもしかしたら人によっては合わないなとか、これやらねえ方がいいんじゃねえのって言われちゃいそうなところもあるんで、ちょっと不安なところはあるんですけど、まあ大体おおむね基本はガンジニアさんのとこのサイトベースでやってるんで、まあ自分に合わないことはやらない方がいいですけど、まあちょっと参考にしてもらう程度にしてもらえればいいかなと思います。はい、というわけで今回はこの辺で。また見てください。バイバーイ。